ヒロイックエイジは、ゼブック制作の日本のアニメ作品。2007年4月より、テレビ東京系にて、放送開始、ニクール、全26話にわたって放送された。早急のファフナー・ライト・オブ・レフト以来久々となる、ゼブックと、スター・チャイルドの組み合わせによる作品で、スタッフも、早急のファフナーのスタッフが主体となっている。 このコンビによる g ベック原作オリジナル作品の第4作にあたる。地上デジタル放送では16、9フルサイズで放送された。ストーリー原案、シリーズ構成にも再び、ウブカタ等が参加しており、脚本を手掛けている。なおタイトルは、古代イギリシアの英雄時代と英雄的な英イジをかけたものとなっている。また、本作を原作とした漫画が、 月刊マガジン Z でも連載されている。前作、早急のファフナーとの対比として、総監督の野戸隆は、誰も死なない物語を作ろうと心がけて、制作に臨んだとのこと。結果、本作では、メインキャラの死亡は例という大断言を迎えている。遠い未来、宇宙には自らを黄金の種族と呼ぶ、者たちがいた。星々を作り、未来を知る彼らは、 まだ未熟な他の種族に呼びかける。いでよ、と。後に宇宙には、それに応えた、銀の種族、聖堂の種族、英雄の種族が現れ、惑星をも、容易に滅ぼす力を持つ英雄の種族はやがて、争いを起こし、結果多くの種族が滅びに貧することとなる。黄金の種族が戦いをいめた時には、英雄の種族は5人にまで減っていた。黄金の種族は彼らに、 自らより弱い種族に宿り、彼らのために生きるという罰を与える。英雄の種族を宿した者は、ナドスと呼ばれる、宇宙の命運を握る存在となった。しばらく後、惑星、オロンと呼ばれる星に一石の宇宙船が墜落する。黄金の種族によって、船は救われるが、その時には、船員は、赤ん坊一人だけが残されていただけであった。黄金の種族は、 英雄の種族の中でも強大な力を持つベルクロスをその赤ん坊のうちに祝し、彼に赤ん坊を守るように命じる。また、赤ん坊の属する種族を最後の進出者、鉄の種族と名付け、彼らに人類へ、ここにお前たちの運命を握る子供がいるとメッセージを送った。後に黄金の種族はこの宇宙を去り、別の宇宙へとまた旅立っていった。 黄金の種族が去った後、銀の種族は他の種族を支配し、鉄の種族イコール人類を敵と定め、彼らを滅ぼすことを決めた。人類の若き王女、ティアネーラは戦闘母艦アルゴノートにて人類の最後の希望イコールのドスを創作し、ついに見つけ出すことに成功する。コミカライズ版限定の指定がある人物以外は全てアニメ版の設定となっている。 黄金の種族がこの宇宙を去ろうとしている時に、呼びかけに応え、宇宙に進出した4番目の種族。母星は地球。未熟な種族であるゆえ、先に呼びかけに応えた銀、青銅の種族に脅かされている。一部には瞬間移動や粘土力、治癒能力、精神感応などの超能力を身につけているものもいる。種族が発生した母星を重要視し、 絶対生存権という価値観を持つが、これが他の大多数の種族とは異なることも理解していない。この宇宙で最初に宇宙空間に進出した種族であり、他の種族に呼びかけ文明の発達を促した存在でもある。母性は惑星リュシオン。星々を想像したり未来を知る力を持ち、さらには宇宙創造に関わったとすらされる全能者であり、 英雄の種族を諌めることのできる唯一の存在でもある。物語が始まる数年前にこの宇宙から別次元へと去っているが、その理由は明らかにされていない。また、のドスに与えられている契約の内包した矛盾を容認した理由と、それを課した目的は一切不明となっている。他の大多数の種族と異なり、人類とよく似た価値観を持っていたが、 性別などは存在していない。彼らの目的の一つは、生命の星々の交流によるスターウェイの復活であり、それによって宇宙が生命の根源スターウェイで満たされていくことを望んでいた。彼らが残した、イデヨという言葉の死にがこれとなっている。もう一つは、彼らの母性エルシオンにたどり着いた遺産を受け継ぐ、者たちに自らが去った新たな宇宙への 鍵と扉を示すことであった。前述のように彼らの真の目的は、自らの意志と力で進む、者たちを新たな道へと導くことである。黄金の種族の呼びかけに最初に応えた種族。自らを黄金の種族の後継者と名乗り、聖堂をはじめとした多くの種族を従える、現在の宇宙の最大勢力である。母星は、惑星コドモス。 他の種族に対しては自分たちへ服従することを条件として生存と発展を保障しているが、ひとたび危険と判断すると容赦なく、殲滅にかかる。姿形は人類と似ているが全員が銀髪、さらに生身で宇宙空間に出ることも可能で、また全種族が一つの統合精神として繋がっているため、寂しい、悲しいなどの感情を持たない。なお、 統合精神を維持するため、感情をプロメ王に委ねることで、種族の全体意志を安定させている。黄金の種族が別の宇宙に去ろうとした際には、力づくでそれを阻止しようとしており、また、黄金の種族の持つ力の取得を望んでいたが、結局それを得ることはできなかった。最終話において、和解した鉄の種族に、基地宇宙と聖堂の種族の半数を任せ、4人の ノドスと共に黄金の種族が示した新たな宇宙へと旅立つ。黄金の種族の呼びかけに二番目に答えた種族。銀の種族側の先兵となって人類を襲う巨大な虫に似た生命体。母星は惑星タウロン。有機、無機の組み合わさってハイブリッドな生命体で、その役割に応じて様々な個体が存在する。言語を持たず、テレパシーすら行わずに。 意師の信号化によって思考伝送を行っている。極少数の自我を持った個体が大多数の自我を持たない個体やテレポート能力を持つ希少種を操る生態や惑星を巣にしてアリに近い生態系により妖精を繁殖している様から人類にはアリとも呼ばれている。生態として物質文明を持たず彼らのテクノロジーは自らの肉体に直接反映され、 時と共にその体組織を拡張させているつまり彼らにとって文明の進歩は彼ら自身の進化に等しい。現在は銀の種族の支配下にあり、地球の占領など多くの軍事作戦に利用されている。戦闘用の個体はオーガンとほぼ同サイズの巨大なもので、単独での宇宙空間での活動や大気圏への突入、大気圏内での飛行も可能。口と、 応募式機関から腐食性ガスをまとった高温プラズマの火炎を吐き攻撃する。また、テレポート能力を持つ個体も存在する。個々の戦闘力はそれほど高くはないが、数が絶対的に多く、軍隊の統率が非常によく取れており強力。またヘドロンの盾を扱えるため人類は苦戦を強いられた。惑星ルシオンにおける最後の戦闘の後、その半数は、 銀の種族に追随して別の宇宙に旅立ち、残りの半数はプロメ王によってティアネーラとの間に精神の道を開かれ彼女に引き入られることとなった。黄金の種族の呼びかけに3番目に応えた種族。人型だが異形の怪物のような姿をしていて巨大。単独で宇宙空間を自在に飛び回ることが可能で強大な攻撃力、頑強な肉体を持つ。 その戦闘力は一体で人類や聖堂の種族の艦隊を圧倒し惑星すら破壊することが可能。黄金の種族を別とすれば個々の戦闘力は全種族中最強である。かつては争いを好み数々の他種族を滅ぼしていったが黄金の種族によっていめられ最終的に生き残ったものは五体だけであった。黄金の種族によって 生き残った個体の英雄の種族は己よりも弱い、鉄の種族や銀の種族に宿る罰を課せられた。英雄の種族が宿った人物は、ノドスと呼ばれ、宇宙の命運を握る存在となる。普段はノドスの体に封印されており姿を、表さないが、ノドスが発言を望んだ時、ノドスを中心に、巨大な肉体が再構成される形で発言。ノドスと一体化する。 英雄の種族は一旦戦闘が始まると近寄ることすらままならない巨大な戦闘力を発揮し、また本来の凶暴な性格も少なからず発言してしまうためコミュニケーションを取ることは難しい。しかし一体化したのドスの字が記憶が反映されているため戦う相手や場所をわきまえた理性的な面や味方を気遣う面なども見せる。三体以上の英雄の種族が争うと、 そのうちの誰かが暴走し、敵味方の区別なく攻撃する、狂乱と呼ばれる状態となることがあり、過去において、狂乱状態の英雄の種族を止められたのは、黄金の種族のみであったと伝えられている。また五代の英雄の種族のすべての名前は、ギリシア神話に登場するヘラクレスの十二の工業に、関連する。のどすそのみに、英雄の種族を宿す者の総称。 もしくは、ノドスと一体化した英雄の種族そのものを指す。元は、英雄の種族が、自らの名とした故障である。英雄の種族が5体しか現存していないことから、ノドスと称される者は現在、英字を含めて5人。体に封印された英雄の種族を自由に呼び出し一体化。その強大な力をコントロールすることができる。5人の出自となる種族はすべて異なるが、 すべて人類と似た体格、容姿をしている。それぞれの体に宿す英雄の種族の力の影響からか生身でも宇宙空間やマグマの中で活動できるなど驚異的な身体能力を持つ。宇宙空間での移動方法は基本燃動力で行っているが、高速移動の際には体の器官からアストラルタービンと同様に星流を発生させて行う。ノドスたちは 宇宙世界の一員となるために特定の種族と契約を交わさなければならない。契約の項目数は黄金の種族によってあらかじめ示されており、それぞれ項目数が異なる。本編の開始時点でエイジを除く4人はすでに銀の種族と契約を交わしており、自らの種族の拠点を離れロムロウの星の居場で生活している。理性的で、 飛行船的なものが多いが、自らに定められた契約のため、唯一人類と契約した英字と敵対、壮絶な戦いを繰り広げる。その身に宿す英雄の種族の圧倒的な戦闘力から本編の中盤以降、銀の種族と人類の争いは彼らを中心に動いていくこととなる。惑星エルシオンでの最後の戦いの後、 英字を除く4人は銀の種族と共に開かれた別の宇宙へと旅立っていった。星の道の名の通り、星と星の間に働く力である、星勇間引力によって形成される道を指す。星の誕生と死にも深く関わっているほか、宇宙航行においては最も重要な道となるものであり、このスターウェイがなければ、通常はその星がどこに存在するのかを知ることもかなわない。 なお、人がまだ、スターウェイの生まれていない惑星へとたどり着いた時にも、命のつながりをもってそれは誕生する。宇宙に広がる生命の本流であり、それが満たされることが、黄金の種族がこの宇宙に望んだ形の一つである。その宇宙心理を生まれながらに知り得ていたのは、全宇宙において、ただ一人、ディアネーラであり、彼女自身は、 スターウェイの失われていた惑星オロンや惑星エシオンを感知したほか、スターウェイの航路を外れながらも、幾度もアルゴノートを導いていた。また、劇中で、エイジとユティが惑星エシオンで開いた扉と、惑星オロンにて開いた扉の二つは別次元の宇宙への扉である。これは、宇宙の道と呼ばれるもので、宇宙全体がスターウェイで満たされたことで形成された。 引力炉により開かれたものである。扉そのものはかつて黄金の種族が想像したものだが、黄金の種族以外の種族がこの道を通るには、宇宙をより多くのスターウェイで満たすことが必要であった。劇中では、最終話においてそれが果たされることとなる。黄金の種族が定めたもので、その身に、英雄の種族をやドスのドスはそれぞれ固有の数の、 契約に基づくことによって宇宙の一員になることが認められる。契約の数はのドスによってそれぞれ異なっており、数の概念を超越していた黄金の種族が、なぜその奇数まで示していたのかは不明となっている。また、各契約の内容はそれを結んだ種族が定めたものである。英字は、鉄の種族たる人類との間に12の契約を結ぶこととなる。契約した相手を王とする。 王に仕え、決して自ら王にならない。鉄の種族と名付けられた人類の故郷たる地球を人類の手に取り戻す。生き残った英雄の種族すべてを打倒する。青銅の種族の母性を征服する。銀の種族の母性を征服する。黄金の種族の未来を知る力を人類にもたらす。黄金の種族の星々を作る力を人類にもたらす。人類を宇宙の覇者とする。 これらが行われるまで契約した相手を守り続ける。これらが行われるまで決して逃げたり死んではならない。これらが行われた時、11の契約に反しない限り、鉄の種族こと人類は契約者の願いを叶える。エイジ以外ののドスは、それぞれの種族範囲へと引き換えに、銀の種族と契約を結んでいる。ポレ族出身のメヒタカは、以下の3つの契約を結んでいる。 銀の種族に従う限り、ポレ族は繁栄する。のドスとして力を尽くすまで、銀の種族に従う。銀の種族ののドスが危ない時は助ける。ケイロス族出身のレクティは、以下の5つの契約を結んでいる。銀の種族に従う限り、ケイロス族は繁栄する。銀の種族と敵対する者とは、のドスとして戦わねばならない。銀の種族ののドスが、命の危機を迎えた時、 これを救わねばならない。黄金の種族の力を見出したとき、銀の種族に伝えなければならない。黄金の種族の力が失われようとしたとき、それを守らねばならない。ヒドラス族出身のカルキノスは4つの契約を結んでいる。銀の種族に忠誠を誓い続ける限り、出身種族は繁栄を約束される。銀の種族に属するのドスに、 命の危機が訪れた場合、これを救わねばならない。銀の種族が黄金の種族の力を手に入れたとき、区役から解放される。銀の種族と敵対する者とは、死を落として戦わなければならない。銀の種族の雪は八つの契約を結んでいる。銀の種族以外の何者とも契約してはならない。銀の種族に属するの度数を従えねばならない。 銀の種族に敵対する者に対しては、自分に従うの土星を率いて戦わねばならない。銀の種族において、いかなる決定権も持とうとしてはならない。黄金の種族が残した力を銀の種族にもたらさねばならない。他のの土星を犠牲にしようとも、自分の命は必ず守らねばならない。銀の種族がこの宇宙で、黄金の種族に匹敵する存在となったとき、欲するものが与えられる。 銀の種族以外のものが黄金の種族の力を手に入れた場合、その力を命に変えても破壊せねばならない。ありがとうございます。